全員集まってる。火があるけど。ラスティーレイクパラダイス実況プレイ始めていきます。前回第8章の、イナゴをクリアして、で過去の記憶をね見て、母親が自分を最後島から逃すっていうことをしたっていうのが分かりましたね。いよいよ物語終盤に近づいているんではないでしょうか。やっていきたいと思いますが、最後かな。もうほとんど一章クリアするごとにこういろんなものがなくなっていくから、最後はこれか。お月様？The ninth plague. 夜中か。第9の災い、暗黒。ラストかな、ひょっとして。今までにないほど落ち着いた雰囲気。パラダイス島はどうなったんだろうか。何もない。あ？家の中には壁画のようなものがあるのと、あー、この絵はいつもこの黒いキューブを収めてた井戸みたいなところの前に描いてあった絵に近いね。湖に壮大で素晴らしい日が訪れる前に、太陽は暗黒に変わり月は血に染まるであろう。中二病臭い感じがするが、このゲームの恐ろしいところは本気で月を赤色にしたりするところなんだよね。謎解き要素だな、これは。1,2,3,4,5。5だけなぜか点が5つ打ってるんじゃなくて V になってる。で、色がついてる。色は、免許証の色に似てるね。グリーン、ブルー。でもまあその後は違うか。レッド、茶色、白。で、横には謎の壁画がありますと。マークが多分何かしら関係している。星座のマークかな？あんまり私、星座は詳しくないけど、多分双子座、お牛座、サソリ座とかそういう感じかな。12星座ある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9。9個しかない。ピッケルといえばもう壁をぶち壊すものと相場が決まっておりますが、ここに12人いる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。もっといっぱいいるか。じゃあ奥行こっか。シンプルな謎解きのように見える。あ、フクロウだ。顔ががっつり見えてる。貝殻を手に入れた。その下の箱に何が入ってるか気になるな。くれるわけではないのか、その箱を。もうここもいよいよ本当に最後になってきた感じだね。あ、これ壊せるんじゃないの？オッケー。青い石。苔か。入れるわけではないんだよね。苔と青い石。そして貝殻。あ、ヒントはそれだけですか。フクロウに何かをあげる？マジでこのフクロウ、あれじゃないの？ラスティーレイクホテルのオーナーのフクロウじゃないのかな？もうちょっとでも、ラスティーレイクホテルのオーナーのフクロウは人間臭いというか、なんか胴体とかがあって、半分人間、半分動物みたいな、そんな感じではあったけど、あれは単なるなんかの比喩表現みたいなもんかな。あ、これそっか。削り入れるんだ。なるほど、なるほど、なるほど。あ、でもまあこれ 5だけどいいかな。まあとりあえず全部削っちゃおうか。削れるんだったら削っちゃっていいでしょう。おそらく。オッケーオッケーオッケー。これでなんか粉が3色できたね。ピッケルはさすがに突っ込めないから、あと欲しいのは、赤と茶色？赤と茶色ね。どっかに赤と茶色っぽいものがあるかね。あ、そっかそっか。また忘れてた。
こっち行けんだ。ん？おー、木続き。あ、1234ってことか。12345？ ん？わからん。この揺れたところに行くわけではなくて、あ、違う違う、キツツキがついたところが、揺れるのか。だから、ちゃんと移動して、1、2、この順番に押させるって感じかな。謎としてはシンプル。樹皮、これが茶色かな。あと赤が欲しいね。あ、全員集まってる。火があるけど。あ？変える？あ、一定座か。はははは。正座か？これは天秤座かな？これはちょっとわからんけど、獣的な感じ。星座にそんなんいたっけ？点が4つ打たれてる。お父さんは？息子よ、準備はいいか。何の？あ、5ってこのマークか。湖の輝かしい日はもうすぐだ。で、お牛座ってことか。え？何？どういうこと？湖？結局、この家族は一体何をしようとしてるのかな？あ、ここでさっきのマークと合わせる感じですか。じゃあ粉をその後なんか入れるとかかな。謎がだいぶ壮大になってきたからちょっと分かりにくくはあるが、これは月を赤くすればいいんでしょうか。あ、で、満月にして、こいつはこれなんだ。向きを変えてるな。うんうんうん、向きを変えて、あー、上と同じようにするのか。 OK、 上のお手本に合わせた感じにしてくださいねっていうことですね。こうか。 OK、 これはもう早送りパターンでしょう。シンプルに言って、の道かけゲーム。謎は簡単だね、思ったよりも。はい、あ、向きを変えるのか。はい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 。まあ、ちゃっちゃと行こうよ。この家族一体何者なんだろうな。なんかだんだん分かんなくなってきた な。裏がある。でも息子、母親が死んだから。あ？うん。赤、これひょっとして。うわっ！月が赤くなった。うわ、すごいね、これ。また表現が。いやー、今、鳥肌立ったな、なんとなく。うわー、すご。この謎、そういや、見てなかった。ん？鍵が2ついんのか、これ回すには。いや、ゾワッときたな。なんか嫌な予感するんだけど、大丈夫かな？ぶっちゃけちょっと今私の中によぎった赤いムーンストーン、うん。嫌なその想像があって、まあ、それ何かっちゅうと、ね、このお母さんに主人公は、言うなればその逃されたわけじゃないですか。お母さん一人残ったんだよね、最後。もともとはこの主人公が、順番に並べ替えておこうか。もともとは主人公が、生贄になるはずだった、じゃないの。順番に並べ替えれないのか。じゃあもう覚えとこう。緑、青。ここまでは、なんとなくこう、免許の色で覚えて、赤。赤も三元素。
緑青ときたらもう赤、うん、で白は無色でなんか特別だから最後という感じで覚えましょう。茶色はなんかわからんけどその他。よし、このマークは意味あんのか。あーまあ紐付けれるのかわかるのかこれで。じゃあ覚えとかなきゃいけないのはいくつかあるんだね。お牛座覚えとかなきゃいけないね。角がある。天秤座、天秤座のマークは、まあ、コンドームみたいな感じで。カエルっぽいやついたの。魚かな、これなんだっけ。こんな星座、あ、水亀かカエルかな。まあカエルと考えましょうか。で弓打ってるのはまあ明らかこれちょっと分かりやすい、オスのマークに近いね。弓バスって弓の矢を意識してる感じ。イノシシはいたかな、ちょっと覚えてないけど、なんかニョロポンで、サソリは尻尾にこう矢印がある感じ。双子座は2人だから2。水がこれが覚えにくいね、ちょっとわかんないけど、まあなんか気合で覚えよう。気合だ、よし気合で覚える。覚えた。でお母さんが主人公を逃したってことは、あのあとお母さんひょっとして逃げたか、あるいは生贄になる前に。これは射手座だね。生贄になる前に死んじゃったかとか。でこれは私魚だと思ったんだけどどうでしょう。だから射手座魚、射手座魚座、射手座魚座天秤座、これがちょっとわからんけどイノシシかな。あの中で一番近そうなのはイノシシに思える。でこれは牛でしょ、多分角だもんね。その考えでいくと、ここはどうなるか。まず最初は射手座だった。射手座はこれ矢のマークで、2番目はここに出てきてないやつ出すの反則ね。2番目は、あ、覚えてるやつからいこう。牛だった最後は。2番目は魚か。魚はどのマークだったかというと、コンドームじゃない、魚これだ。で次が、天秤座か。天秤座がこれだ。オッケー。これ最後、あ、やっぱりあれか、なんかイノシシか。 K だね。で鍵を手に入れたが、まあ残りまだあるんでしょう、おそらく。こんな簡単にラストの雰囲気を出して終わらせるゲームではない。そんな簡単な謎解きだけではないし、まあそもそも粉をまだ使ってないから。1個鍵を解除できたね、これは OK で、粉をじゃあどう使うか。ここに振りかけれたりするの。白い粉は、5だから5番目に振りかけるとか、なんかこう粉をどっかに振りかけれないと話が始まらないというか終わらないというかな気はするんですが、どうでしょうか。渡すのかな。あ、いや、わかった、儀式だ。順番だ。緑、牛か、うん。で次が青だったよね。双子座、何の意味があるの、その星座には。で三原色、サソリ座、うん、で次が茶色。 OK、 羊、お羊座だと思うけどなんか悪魔のように見えてくる。最後は天秤、これで全部くべたけどどうなったの。ん？全部くべたよこれで。あれ？順番間違った俺。いや、合ってたよね。緑、青、赤、で、茶色、で、白だよね。あ？
渡す？緑の粉使うお前が。いや、なんか違うな。何かが、間違ってるというか、関連付けがあるのか、他に。緑の粉を突っ込むと牛が出てくるのか。なんで牛が出てくる？牛は、こいつか。5番目に入れるってこと？牛とお父さんは紐づいてるから、お父さんは5番目だから5番目に緑を入れなきゃいけないってことかな。えらいややこしくなってきたな。ちょっと待ってね。っていうか、じゃあ紐づいてないやつ出てきたらおしまいなんだけど。つうか、双子座あったじゃねえか、よく見たら。お羊座もあった。サソリもあった。これは、わかんないわかんない。どういうこと？ちょ、もう一回考えようか。何がある？順番に見てみよう。お牛座、牛双子、牛双子サソリ、ウフサ羊天秤、ウフサヒテ、ウフサヒテ、ウフサ、わかった。そうか、二つ目の鍵を手に入れなきゃいけないから、さっきと違う感じに溶け合わせるんだ。あ、OK。じゃあ、ウフサ、ヒテだから、そこに合わせるんだ、この1、2、3を。家族との関係はなしだ。牛。これ邪魔だな。牛、ウフ。サソリは尻尾がある。羊ってどれだ？さっきあったっけ？あったな。これか、コンドームか。でウフサヒ天秤は両方釣り合ってる感じ。あ、違う、天秤がこれじゃん、よく考えたら。じゃあ残り1個どれだっけ。ウフサヒ羊座どれ。羊、なんかこれ羊っぽい。あ、じゃあ6、9、これだ。ん？羊、これ水亀だよね。これはイノシシだよね。これ魚でしょ。これ牛。じゃあこれ羊じゃないの。あ、え、あ、いや、って、う、え、う、牛、双子、サソリ、ウフサ、で、ヒ、羊。これ、天秤だっけ？天秤っぽいやつ、他に。ダメだ。一回戻ろう。一回戻って確認しよう、これは。魚だよね、これ。うん。さ、ひ、あ、これか。あ、確かに、なんか、悪魔のマークとかこんな感じだったな。そっか、羊のこの、羊？ヤギ？ちょ、わからん。ヤギ座なんてあった？あるね。十二星座に入ってたわ。あんまり詳しくないです。こんなこと言うと俺の星座がバレてくる。だんだん。羊。羊。じゃあ、こいつは、ここか。オッケー。二つ目の鍵を手に入れたから、これでちょっと新しい謎が出てくるのかな？クリアじゃないと思う理由は、まだ下に箱があったからなんだけど、回すとどうなる？あ、塔の上に行くの初めてだね。あ、で、また二つ鍵を手に入れなきゃいけないから、ここで多分二つ謎があって、で、さっきの時計と絡めて、解くのかな。これは複雑そうだな。まあ、とりあえずこの
これで、左右か。で、これで上下でもない。なんか、回転してる？ちょっともう相当厳しいです。星座詳しい人、どなたかヘルプ。あ、いやいや、1と、1と、黄色はそんな気にしなくていいな。黄色は1だな、単に。だから大枠を、形はこいつで作って、で位置を合わせりゃいいだけだ。一番外のやつで形をまず作ることから始めていこう。形が作れません。あ、こんな感じ？はいはいはい。一番外の星の形をもう意識して、ここに合わせて、あとは微調整していく感じかな。ん？これ近い。ここら辺が近いね。よし、OK。これ私12個あるの。まさかと思うけど。そんなめんどくさいことさせる俺に。これは分からんな。なんかもう最初の時点である程度合ってるような。ちょっとまず大まかな位置を決めてから、さっき言ってることが違う。こんな感じで細かく、ちょっとずつ調整していく方がやりやすいかな。うん、そうだそうだ。どうしよう。よし。実際の望遠鏡もこんな感じなのかね。うん。これは池座か？星座にも詳しくなれる配信。まあ、どうせここは早送りしてんだろうけど。池座かな？なんか星見てすぐあれ池座だよねとかっていうやつかっこいいけどちょっと池座ない説。近くにいたらぶん殴りたくなる。ぶっ飛ばしたくなる。いかん。ひらみだ。ひらみ根性は強くていかん。言うて結構星座見るのは星見るのは好きです。詳しくないけど。なんか星見てると幸せな気持ちになる。壮大な気持ちになるからさ。あ、ちょっとずつ合ってきた、ちょっとずつ合ってきた。うまいことできてるね。なんとなくでもこう合わせていくと、ちょっとずつこう合ってくる感じなんだね。うまいこと作られてる。さすがラスティーレイクシリーズ。ちょっと褒めていかないと、さすがに作った人から怒られる可能性がある。やーこし。あ、いや、できた。全12星座とは言わないまでもなのかな？ちょっと私にはわからないが。あ、いや、わからなきゃいけないのか、これ。これが一番ってことか。うん。で、この星の数と関係してんだね。ちょ、もうこれ形で覚えよう。確か時計には形もちゃんと星座の形書いてくれてたから、まあ、これは、男性器的な感じのあれでちょっと覚えましょう。まず、男性器で、いきなりそれ来るか。で、次に2番は。2番はなんだこれ、これはまた覚えにくいけど、うん、俺の中で星座の名前をつけていく。もうカニっぽいなんか。雰囲気カニ。2番カニ。男性器カニ。で、次は3番。これ4番か。3番これ。男性器カニ。これはなんかわからんけど、人に見えるな、私には。足があって、手がない人。まあ、魚か、どっちかっていうと魚っぽいな、なんか、うん、魚、男性器、カニ、魚、海のものが並ぶから分かりやすい。これなんだ、これどう見たいんだ、ワイングラス。カニ、魚ときたら魚介類で、で、ワインを飲むと。で、最後は池坂、これは覚えやすい。なんか弓矢になってるから、一発で覚える。OK。忘れないうちに合わせに行こう、時計を。戻りまーす。はい。じゃあ、まず男性器。あ、星座の方見なきゃいけないね。これは、あ、これ双子座なんだ。なんで勉強してんだろう、そんなこと。で、次は、カニ座。私の中のカニ座。これか。本当にカニ座か？ちょっとわからんけど。あ、これ、池座じゃないの？あ、これ、池座じゃないんだ、これは。これは、サソリ座なんだ。海のものが続く、魚。これは牛座なんだ。これは牛座なんだ。はぁ、難しいね。で、次は、ワイングラスか。ワイングラス。これ、ワイングラスっぽい。これなんだろう？これなんだっけ？あ、獅子座だっけ？忘れてた。最後は、これ。ゲ。ほい、金の鍵。銅の鍵、銀の鍵、金の鍵ときて最後何なんだろう。通貨めっちゃ調子に乗ってやりまくったらもう27分じゃねえか。この2つの謎解きは後に回すべきだった。まあいいわ。じゃあ開けましょう、とりあえず。まあ開かないよね。OK、いいよ。じゃあ、ちょっと、ここで、だいぶ中途半端だけど、一旦区切ります。動画、結構長くなってると思うんで、まあ、おそらくこの第9章の暗黒だっけ？第9の災い。これが最後なんじゃないかなとちょっと思ってます。最後の謎解き感も出ているので、まあ、次回、もう最後のね、謎解きを楽しみながら、いよいよ物語が最後どういう結末を迎えるのかっていうところにも、着目していきたいと思いますので、よろしければ
ぜひとも次回もご覧いただければ嬉しいです。動画面白ければチャンネル登録、高評価、低評価、コメント等での反応もとても励みになりますんで、よろしければ、くださると非常に助かります。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。